愛イ駅は、群馬県桐生市愛イ町2丁目にある渡らせ、谷鉄道と東武鉄道の駅である。渡らせ、谷鉄道の渡らせ渓谷線と、東武鉄道の桐生線が乗り入れ、接続駅となっている。渡らせ渓谷線の駅番号は、WK03、東武桐生線の駅番号は、TI56。駅名は、駅の所在地である旧愛イ村の地名をそのまま、 使用すると、兵庫県の愛用駅と重なることと、共においるという考えから、生を、老に変更した。渡らせ、京国線ホームと、駅舎左は、東武ホーム地上駅。共同使用駅で、渡らせ、京国鉄道の社員が終日にわたって、駅業務を行う。改札口を2社で共用している。東武線で入場用パスも簡易改札機を備えるが、渡らせ、 渓谷鉄道線は全ての IC カードが利用不可。駅舎は東側にあり、各ホームは個線橋により連絡しているほか、改札外に線路の東西を連絡する個線橋が設置されている。駅舎内には出札窓口、渡らせ、警告線自動券売機1台、東武線自動券売機1台がある。東武線特急券及び渡らせ、 渓谷線とトロッコ整理券は出札窓口にて交通系 IC カードへのチャージは改札窓口での取り扱いとなっている東部鉄道における2019年度の1日平均乗降人員は696人である渡らせ警鉄道における2019年度の1日平均乗降人員は178人である相互の理解のほか 工場通勤客の利用も多い。駅東側のロータリーに乗り場がある。駅東側から南に約150メートルの県道沿いにある。ありがとうございます。